ピーマン食べたらピーマンマン。ピーマン、ピーマン。かわいい。そうか、思ってる。え、思ったね。でもなんかラガモンかわいい俺。何色のカラコン？かわいい、どっちもかわいい。ベージュ。あ, あれちゃん、あの 黒目のカラコンの方が似合うんちゃう。方がいいと思う。うん、だから触ってんの今いいやつ。待って、おちゃん、あのあれめっちゃピーマン聞こえてくるって。ピーマン食べたらピーマンだよ。チューズミーのさ、うん、ベイビーブラウン、レーナがさたまにつけてるやつ、あれめっちゃいいよ。あれ黒なん、あれ黒、あれめっちゃいいよ。ブラウンのやつ売ってんのに。うん、結構黒顔ね。ナチュラル、あのミカナさんも使ってる。あ、そうなんや。あとカカオアフロみたいなミカナさんが使ってるやつ、あれも買おうかなと思って。買え買え、試す試すだけしてなんぼやで。ミカナさんも黒系じゃないから。うん、めっちゃ黒系。ルービックキューブできる人？できない。できます、できます。食べていいよ。ありがとう。ビビビさん、レインボースターありがとうございます。8時からのラジオ楽しみ。そう、まだ今日初めてやったラジオが放送されました。あれ今日どうやったんや。どうする、え、どうしよう。めっちゃさ、ツイッターに上がってた写真めっちゃ笑顔やった。違うね、まだあれほんま最初こうやってでもどんどんなんか笑ってたから笑っちゃって何もう、まあ、なんか真顔やったら真顔っていうくせに笑ったら笑ったで文句言うんか。のなみの笑顔が見れてみんな嬉しいんだよ。そうそうそう。なんと今日ワンタンメンさん、レインボースターありがとうございます。あ、レイちゃん、船橋、レイナ、今日そっちいる。今日まだこっちいるよ。みんないるよ。あ、レイナー。レイナー。フナピーもいるからね。レイナー。西島もいます。あれ、チューズミーなんや。そう、チューズミー。あれ、私もたまにつけてます。今日は違うけど。こんにちは、こんにちは。今日は何ですか？今日は、エバーカラーのパールロゼです。へぇ、かわいいね、それ。レオちゃんの初日でした。サイズ余っていたかも。あー、確かに。ありがとうございます。ナチュラルなやつが似合いそう。そうなの。そうなの。ありがとうございます。牛投げしに来ました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。初見です。嘘ですね。こんにちは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 。仲良くなった証拠やな。そう、仲良くなった証拠。時間バグってる。やっほーやっほー。こんにちは。もはやこんばんはじゃない。こんにちは。こんにちは。明日の公演広げるけど、明日の公演メンバーはもう出てます。こんにちは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 。まんじありゃ。ナナさんハートありがとうございます。2列目で見たマナミがめっちゃ美人だと気がついた。マナミちゃん美人だ。別に何列目で見てもマナミは美人ですけど、今の切り抜いてください。お願いしんといて。ここで見ても美人です。助けてください。うわ、イケメン履き違えてるよ意味を。うわもうレイオヤホヤホー、こんにちは、こんにちは。シャンプーの匂いしました。朝お風呂入りました。こんにちは、こんにちは。ルービックキューブ1分で全部にできます。すごすご。多分9期でルービックキューブできる人おらん気がする。全世界に発信されるお前で、どうしよう。純レディでエユちゃんがおしめに、え、すご。前から言ってくださってるけど、やばくない？だからまだね、でもな、緊張するから、ちょっと次は距離を詰めるっていうのを目標にしてます。うん、レディ、もうすぐ誕生日だ。みんな祝ってな、はい、おめでとう。まだ誕生日、まだやねんな。まだやねん。おたおめ。まだやねんな。あと何日か、1週間ぐらい。8月 6? うん。すごくない覚えてんの。誕生日全く一緒やねん。私は？え、3月8、9、10。くそ。佐藤キットさん、あいかさん出てますからね。今日なら全部映ってよ。こんにちは、こんにちは。好きなんです、ちょっとな。そう、ほんまに綺麗な。なんでレオとお互いに合う関係性を感じる。なに、ってキスし合う感じ。違うやろ、もうやめて。もうほんまに、もうエッチなんだから、そんなコメントしちゃって。もうエッチ、そんなコメントしないでよ。だから欲しいなっちゃう。エッチ。ごめんなさい、本当にそのコメントしてくれたから。ノーネームってマナと同じ方向して。ノーネームってさ、あのさ、私たちさ、あれじゃない、
その一番最初にアカウントもらった時ノーネームじゃない、ノーネームやった。だからあの、だからもしかしたらワンちゃんメンバーさんかもしれない。何かそれはわざわざこんにちは、こんにちは、お疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、キャギさんハートありがとうございます。そうやね、コメントをなんか早く読むこと、多分英語でってダウン、ジャさんハートありがとうございます、知らん知らん知らん、わからん、ダウンか不毛かどっちか、大体ダウン、ジャビンだよね、ここだもん、ひごりありがとうございます、膝なんだ、大体ダウン、そう、あざができたんですよね、膝に、ありがたいかもしれない、ジャビン、今日二人かわいい、あれん、もう嫌や、いつもと一緒ですけどね、いつもと一緒だね、リオちゃんもいるの、いや俺にも反応せえて、それな、レーナレーナ、レーナいるよ、レーナリオだよ、レーナおいで、今日来ないのかな、来て来て、みんな絶対来ないと思う、うん、まだ来ないと思う、リオも来ないと思う、しかも今から1時間おきに配信するから、うん、まあ、テイティさんかき氷ありがとうございます、ジャさんもまたありがとうございます、こんにちは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 、隣はね、リヘマナ、リヘマナとホノピとリオピが斜め前にいます、リランドぐらい可愛いなって思います、よろしくお願いします、ありがとうございます、太陽ロ、太陽ロです、ほんまこいつはもう気にしないで、ホノミの髪の毛いい匂い、めっちゃ匂い方嫌じゃない、めっちゃ匂い、これこうやって匂う、ほんまや、これこうやって匂う、シャンプーした、でもいつもこの匂い、いつも匂いする、出てますか今、めっちゃせっかく送ってくれた人待ってますか、なんかちょっと分からへん、最近なんかめっちゃ固まんねんな、配信の状態があまり良くないって言われちゃった、ままやないかい、よく寝てると多分充電ないからやんな、今日も寝ました、二重まぶたになりたかった、かわいい、怖い、イヨピがこんなにな褒めてくれることなかなかない、あるよ な、そうね、ちゃん今日も暑いね、かわいいねって言われると暑いね、世間話しすぎ、なかなか、なかなかいつもかわいいってあんまり言わへんよなって、そう、いつも思ってるよって言ってくる、まあ、そんなこと言ったらさ、あの意地張ってさ近づいてくる、ガナナさん本当ありがとうございます、そうなマジで公演楽しかったって、楽しかった、レイオどうでした、スリッチ楽しかったです、でも、もう怒ってるやん、だからマナミの配信してるから怒ってくるリトでした、そう、内股の人迎えに来てほしい、ループしてきたよ、ありがとうございます、遊びに来たよ、ありがとうございます、バリバリバリ練習してる、え、いいよ、じゃあね、頑張って頑張れ、これは恐怖、ほら恐怖って言われてる、逃げて、月はドラマの始まりだよね、マナミどんな香りするのやって、なんかシャンプーの匂いみたいな、シャンプーみたいにする、めっちゃシャンプー、うん、一番良くない、うん、だる、ザ一番モテるよ、作ってるんか作ってるんだ、いや、何これ黒糖ミルク、最強、え、足短ない、姉さんいつもややそれなんでさ、なんか姉さん今日茶髪じゃない、うん、髪の毛落ちてきた、姉さん、いや、落ちてきた、落ちてきたと思う、今日めっちゃ茶色、姉さん緊張したらピース出るから、そうやん、めっちゃ茶色、え、ほんまに茶色、え、ま、ちち昔みたいやで、今絶対やだ、昔もっと茶色かな、ほんまに、なんかめっちゃ色だ、今日今日茶色の黒じゃない、今日てか久しぶりに見た、うん、久しぶりに現れた。いつも家から漫才のモデルと配信。え、まだまだ。あのさ、青原悪夢半分みたいな出やん。出へん。結構全員の配信見てんで。出ないから今日は何時間寝たのね。寝てるって。ね、今日のリオピの水色の服のやつ見た。俺の一回見たことないよ。で今日が起きた。見たことない。見たことないよ。俺の見たことない。全然わかんない。ほのピンってんでこそ。あ、公演オーディやから、それが許してんの。リオピー誕生日見るとまだやで。まだやで全然。結構若が配信見ようと思って。リオピー、ゆうべさん、かき氷ありがとうございます。恥ずかしい。でも気づいてないと。ロンちゃん、アイスありがとうございます。そして、そして、そして、ありがとうございます。シュッとしたよ。訪問とかさ、全然見てない。ちょっと間違いなくて、近いだ。近いから。流しちゃうよな。テキアスリートさん、アイスありがとうございます。コメントの方が目に入っちゃう。こっち読むで、アイス。ゆうさんがやってた、あれ、そう、こんにちは、まなみさん、ソフトクリームありがとうございます、花尾さんって俺のファンだよ、なんでまなみのルームにいるの、しかも初見じゃないお前初見じゃないしろちゃんハートありがとうございます、取締りや、好きな歌は何ですか、逃げてください、公園で好きな曲とかはあれです、何やっけ、公園で好きな曲はジェネチェンです、あ、じゃあ俺もそっち行こうかな、なんでよ、剣の、剣のなんかタパタパしてくるお尻で、わかが足で。なに？いいよ。行くわ。やっとやっと。
なくちゃいるわ。みんな、ね、そのピーちゃんいっぱい休憩いるのね。そう今日いっぱい。このピーってピーで読むのやめて。ちょっとプロデューサーやん私やめてや。ピーで読むのプロデューサーにしてる。安定したかな。安定しましたか。このピー悪い。こんにちは。こんにちは。いじり合う感じですよ。携帯はそう今日。だからさ、もう。ニヒさんもそのままいるけど、モノさんこれからの私の方が年上やねんけど、どういうこと？私の方が年上なんですか？こんにちは、こんにちは。古本誌です。レオちゃんには新しい文章を覚えてほしいな。私がですか？順番的にユキノンが先に覚えると思うよ。どうなんやろ？ニッカさん、だるまありがとうございます。私はまだまだだと思いますよ。これもなんでニッカよ。カーだけや。ナナミさん、かき氷ありがとうございます。ナナミナナミさん、ふたばさん、かわいい、ありがとうございます。超絶かわいい、モノピー喜んだ。昨日モノピーの生誕って生きてる人多なかった。うん、そう、うん、またうちもたよってなった。そうそう、レイナ移動的に間に合わなそうで、うん、どうなんやろ、わからない、うん、もしかしたらレイナがな配信やめてくるかもしれん。配信やめてくれ。まだ見て呼ばれたから。やば、配信やったでしょって。タンさん、ハートありがとうございます。配信多いから Wi-Fi 時やってる。そう、そんなに悪いですか？ごめんなさい。足集めていきます。ありがとうございます。ナナさん、ダルマ、ありがとうございます。ハート足りてないね。ハート足りてない。こんにちは、こんにちは。待って、ちょっと充電じゃちょっと外してみますね。ちょっとこれで熱くなってるのかしら。ホノプ昨日は初日お疲れ様でした。ありがとうございます。どこ行った、ありがとうございます。3人もいる。レオちゃん、さっきぶり、さっきぶり。タイ語や。タムタムさん、レインボースターありがとうございます。あれあれかな。ナンナさんもハートありがとうございます。ゴブス違う、そのダイヤじゃなくて、自己がでもレオン可愛いからいいやで。自己がはやめてください、さすがに。面白いことを聞いてる。かわいい。めっちゃ配信止まるって言われんねんけど。え、なんで？一回切ってもいいのかな。一回切ってみ。一回切ります。あ、こっちでもいいそうなった。全然違うチームやのに。ありがとうございます。いや、何回も画面見てるんだから、奥さん。そうですか。山田森島が朝配信、何回公演めっちゃいましたよね、金子さん。毎回シルちゃん、ハットありがとうございます。毎回いましたよね。サボンありがとうございました。本日はみたいな感じで来てましたよね、金子さん。やばい。休憩生公演もいるんですか、金子さん。はい、はい、帰りの時ドアの外に立ってますか。はい、今日はレイオンをめでる日。連続投げ中してくれた時妊娠するかと思った。こんにちは、こんにちは。そほんまにどうしよう、最悪やん。もうほうちゃん、ほぼ毎回。あ、休憩の公演の時もいるんですか。汚い、金子さん。汚い、汚い。ね、私も出た、多分出れる。でも、レーナかもどうしよう、レーナ。昨日もいたんですか。あ、そう、昨日はあったんですよ。それはわかるんですけど、ほぼ毎回いるんですか。じゃあ、誰もありがとうございます。じゃあ、全然レアじゃないですね。誰もじゃあ、一回誰もっぽい。私、いつも緊張しちゃった。いやいやいや、何回公演出る時、金子さんに会うセレクションに参加してる時、おめでもうおめでセレクションに参加してる時も公園行ってたんで、この人帰りに金子さんの前通る時ちょっと緊張してました。なんかちょっと緊張してて、いつもお疲れ様ですみたいな。ちょっとね、感想が違いました、一人だけ。昨日はうちは見せびらかしてた。カッパのうちわとか、ありがとう。金子さんいつも立ってるから挨拶してる。私もね、挨拶はしたんですけどね。めっちゃ前髪こうで。レア度はないね。やっぱりないんですか、レア度とかって。そんなにない。こうやってやるのか。でもちょっとテンション上がりません。私だけかな。やばい、めっちゃ前じゃない。こんにちは。こんにちは。殴らはしないの。明日締め切りだよね。ピカチュウ。殴らって明日締め切りなの。そうだよ。あ、今日やろうかな。今日の夜やるよ。マジ？こっちか。ギフトだけさ。また考えときます。ちょっと格上がなくて。お腹すいた。お腹すいたんだ。バイト。あ、でもちょっともうご飯。ありがとうございます。朝ごはん、じゃあ夜ごはん。ファイト。夜ご飯時間にもうすぐ入るからさ、なんかすくよね。ありがとうございます。
双子の弟です。双子の弟です。どういうことや。りゅうさん、かき氷ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。カウント星投げ完了です。ありがとうございます。みゆさんが言ってた。ソフトクリームもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。いいね、いいね。ちょっと動くんでできます。ありがとうございます。キャメロンの双子の弟です。わしもさっきのね、確かにちょっと似てるかも。これとこれ一回来た後ろが動かしてこれで意味わかんない。今日テンションとか私はなんかもう疲れました。出られたからなんかまだ疲れたっていうか、なんか危ない人やと思ったもんし、まだこれ来た、なんかなんていうの、そのアドレナリンが昨日出すぎて帰ってる、帰ってからもめっちゃ元気だったんですよ。家帰ってからずっとハイテンションで、それの繰り返しが今日来てますね。あんまりアドレナリンが出ない日です。今日交渉みたいこういうのあるよな。お写真してきてありがとうございます。皆さんツイッター見ましたか。愛しのアミタンの写真を載っけました。ロバートさん、トリオね、アミタンの写真 と, あと花束をくださったので、ホノピーしますという名前でふといですんですけど、それさ思ってたんやけど、なんか言ってくれる時もあるんですよ、ナンバラとかで。昨日の余韻がすごいよりように感じてるんでした。ありがとうございます。だから気まずいなと思って言ったらいいよ。リップのピンします。リップの色かわいそう、お気に入りです。でもこのリップをつけると絶対に水平にそのリップっていいの、絶対聞かれます。何回も聞いてるのに絶対聞かれる。それをはい言ってください。これからアブリカルビ DD さん、クギ氷ありがとうございます。あもうそういうエキスもあるのならへんの、牛ならへんの、じゃないの、魚もあるからかな、チューする感じかもしれない。脇は欲しいのらしい。あーそういうこと、じゃあ脇にしよう。これから星はこんにちは、キスが欲しいんじゃない、お前な、マナピン今日の髪が可愛いんだね。 Thank you、 いいって。今日マナピンとマナミちゃんのコンビ名何ですか。やばくない、めっちゃコメント止まっちゃった。マナピとこのマナミちゃんのコメント名なんですか。え、マナピー、マナピー、ミヘピー、ミヘピーにしよう。やだよ、ヘイピーにしよう、ヘイピー、いやいや、ヘイピー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 です。ねえ、もうどうし、ヘイピー、ヘイピーは全部出たから、めちゃめちゃ東京です、このピー。ほら、隅田川東京ですよ。なんなん、なんでさ、そのややこしい嘘だってさ、隅田川の花火大会です、ここから見えるかなって言ってんだよ、花火。うわ、だってさ、私大阪出身ないから分からんよ。淀川だよ、花火大会。マサさん、小判ありがとうございます。ただお唇になるすねて、うん、何すぎやろ。ツイッター毎日見てるし、フォローもしてるよ、ありがとうございます。公演お疲れ様、ありがとうございます。花火と花火さんの見送りさんにやりました。言うね、言うね、笑った、言うね今何時、今は、あ、私自分でも配信になっちゃうか、5時23分、6時45分から配信、全然やん、なんで見た。若木さん、だるま、1000個ありがとうございます。100個じゃない、1000よ、あ、こっちか、そう、だるま祭りで、何の話したっけ、入っていけも、ちょっとあんまり頭が足りてない、若木さんの強いセンス感じるやつ、それな、そうだ、攻めるのは攻めなくてよくないです、ありがとうございます。スリーの近く、こんにちは、こんにちは。ホノピー視力5億ぐらいある、これだくない、ね、音消してみたら誰もなんか重い、ホノピーは目いい、目良くない、こんなことマイナス 5.25 だそうです。あ、違う、もう4.25、私 0.75、 めっちゃいいやん、ね、むしろ夢あったらと思ったら、え、かっこかった、髪がない、私も、ね、家ではメガネですよ目悪い、ね、るかタコさん、繋ぎ石を受かんで終了、頑張ってね、ありがとうございます、ありがとうございます。高野さん、高野さん、かき氷ありがとうございます。普通はね、普通に目悪いです、私も。なんか小さい頃にお兄ちゃんのメガネのこの横の柄あるじゃないですか、あれに憧れてメガネにしようとして、自分から目悪くしました、私。ニーナリンゴさん、ハートありがとうございます。自分から普通にあの結構ノリノリでサンリーハテレビとかめっちゃ近くに行ったりとか、映画とかめっちゃ近くに行ってみたりして、自分から目を悪くしました。
えでさどっちなんか分からへんの、これで来た時さその体重も知ってる人、なんか寝姿ほんまにやばい、めっちゃおもろい話、めっちゃ小さくなる目が、かき氷入りましたって愛用ってくだりあったやん、おそろいですね、さゆきがさかき氷入りましたって言われてさ視力 0.7 だったからいいんっていうか、まあ、大手品に比べたらマイナス 0.7 は別にいいけど、まあよくはないですね、あんなメモ送ってきたのに、みそらがレイオちゃんのメガネ姿今度見せて、あ確かに、まあ、今度モバメかルームスで送りますね、マナルームスの配信は今月中にしたいなと思ってて、マナそういつしようかなって悩み中でございます、マナシとピカチュウでいいやん、マナシとピーチュウ、そうルームスね、マナ全然載されてない、今日のマナシと今日と昨日の分、マナヘこれもマナでしかなくない、そう早く載せたいんですけど、ピーチュどうしようと思って何を載せようか迷っています、こんにちは、こんにちは、ウキアスリートさん、アイスありがとうございます、これでどんどん上がってきた、ルームスモバメはね、モバメで送ろうかな、メガネ姿、ルームスで送る、どうしよう、迷いますね、機能してない、長良すぎる、おかしい、どうどうピーマン、ね、ピーミン、お着替えしたいって、ね、今から踊ろうと思ったのに、マナミの配信しか、どうしたどうした捕まえてない、どうした自分でやろう、了解、了解、カノタさんハートありがとうございます、はじめまして、はじめまして、ルームス取れてないです、どうしようかな配信中だからジオジオ、ティオ、あれぜひ取っ、ママちゃんずっとそっちにいるの、初見の方だ、でも帰るの、バイバイ、ぜひ取ってください、マナミの分見たやつ、損はしませんよルームス、おおレア感出すなルームス、じゃあルームスでルームスで送ります、ビブーさんどうぞ、かき氷ありがとうございます、まだ聞こえてたんかな、こいちゃんの話聞こえてないか、ギリ大丈夫、それだほんまに、ケーキの中の良さがさらに伝わってくる、そうもうみんな一緒におらんなの、あかんねん、だって敵チームやから、それ一緒にこんなに近いお豆で送って、どうしよう、ルームスかな、どっちも人見知りそうだよ、メンヘラ彼女こうやったメンヘラ、そうこうやったメンヘラなんです、なんでよ、あそうやで、私ずっと一緒持ったからトイレ行きたい、トイレも行こう、失礼します、白場じゃん、こんにちは、おそば、はがや、え、行っちゃうの、それマジで一緒、まだみんな服持ってる、やっぱ見えたかね、マジ笑った、俺白 T としてきた、あっつ、日本の公園マンキポーズありがとう、ありがとうございました、あおすごいさ、両面テープ貼ってたんやけど寝ちゃった、もう一回目の、そう今すごいねじった時にさやばかったよ、両面テープがいいの、あ、ちょちょちょ動画撮ったから皆さんルームで見ませんか、俺のあ、さっきまだルームス、ルームスやね、みんなルームスってみんな言うよな、複数形にしルームス配信しな、ルームスも複数形やからな、でもツーよりスーの方が怖い、でも今ね、ルームスじゃない、言い方の問題、すげえ、やばいよ、鼻つみよね、鼻つみ、レイポン、そうレイポン、レイポンが来ました、練習してくる、カフェインの写真あげました、ツイッターに、花見さん方ありがとうございます、普通にお腹すいた、レイポン、ねえねえ、なんかさ最近さたまに思うねんけどさ、ヨーグルト用のスプーン、え、買うの、じゃ練習してくる、文句言ってます、え、でかくないですか、ヨーグルト用のスプーンにした、ホームセンターだよ、えー、でも白やん、ヨーグルトも白やから、え、かわいい、混乱する、なんか人によって違うねんな、めっちゃ可愛い、アレキチさん、ありがとうございます、ルームズやと思ってた、ほらズやと思ってたよ、スーやな、スーなの、スーやで、スーを差し上げましょう、失礼します、ピーちゃん早い、こんにちは、もうこよちゃん帰ったの、コメントずらが多い、まだいるよ、天気肌だぞ、え、やっぱあ見たってことか、迎えに行ってあげなさい、失礼します、そう、てんなが、え、ま、え、東京リベンジャーズ知ってる？知ってるよ、あのさ、マイキーとハタが好きやん、キューマンジなんなん、あれ、キューマンジ誰なん、あれ、キューマンジやってんの、テン、マナ、シブ、バカやな、えっと、それで、テンナが、俺も入れて敵、敵役、敵役、ハンマとかにしようかな、で、毎回ここに入ってもらう、罪とか
で、あのアイス食べてたやん。そしたらテンナが旗がねえじゃんとか言って切り出した。ちゃんと忠実。今ルームスのルームスの写真確認してきた。マナミは何？誰？何が？あ、ブロケン。あ、マナケン。マナケン。あールームスのやつ確認してきました。ありがとうございます。大志奈さんペンライトありがとうございます。ルームスもボバメを撮ってまでできればツイッターアクションルーム配信。ミンチの写真。いや撮ってください。なんでミンチってよくすん。ミンチやんそんな。全然いいけどさ。なんかショールームはさすがに全国放送すぎる。あの動画をあのもうすぐ晩ご飯ハート作ってイエーイってやってる動画を載せたかったんやけど、もうさっき食べたみんなで。だからあさっき食べたやつ。みんなの口つき復唱した。やめて言い方やろ。もうすぐ晩ご飯食べます。何食べるんですか。ハガの写真載せたよ。小さいスプーン小さすぎない。そう。ユーザータグ付けできるようになってた。えマジ？ヨシミンの見てさ。うん。ヨシミンの見てやった。あのさっき設定したからみんなタグ付けしてなマウントの写真。IP 二点五無理やったから。こんにちはタレキさんハートありがとうございます。ショールームに来た。ねレオありがとうございます。何がそんな美人の。ね思った。超愛いね。私んち見てくれた。私んちでもないな。ありがとう。はいの声じゃん。似てるけど、ななちゃん意識はしたけど。頑張ってください。ありがとうございます。ごきげんよう。ちゃんごきげんよう。向いちゃった。でこんなん作ってどうなんやそれも見たことない。そうでもあんまり綺麗にやってるだけ。うまや。取れたんや。でこうやってしてたずっと。取れた。失礼します。ありがとう。あ来た。ミンティア食べます。アイドルらしかったというか、ミッチがしたのにめちゃくちゃできなかったの。そうそうそう。だから設定のものがあるんやなと思って。後で教えてよ。嫌とか言うんやろ。いや、ルームスはどうした？てない。やりたいけどさ。やり方全然わかんない。だから3で1日にやろうかなと思ってる。あの明日配信終わってから滑るからと思って、ショールーム終わってから。ああ、そっか。夜とか。うん、あり。タイプあり。うん。パスルはいいよ。だからさ、ちょっと今のこのイベント中はな。ビーベベさんアイスありがとうございます。難しい。かぶらんように。今日のアイカさんの髪型めっちゃ可愛かった。可愛かった。この必要だけど三級と感動しておきました。ありがとうございます。何やったっけ。見たのにアイスともしたのに。ミーナさんも可愛かっためっちゃ。ミーナさんの色めっちゃ可愛い。今日何公演？ナンバーが。あ、新婚公演。え、何食べんの？え？え？虫鶏とごまの。パリ春雨さん新しいの出てきたよ。なんか読まれんのめっちゃ嫌やねんけど。今からレオが食べるのは梨鶏とごまのさっぱり春雨さん。覚えんのだるいな。テスト出るかも。さっき牛乳砂糖かき氷食べたよ。美味しいでしょ。かき氷ありがとうございます。あのここ数年聞く機会増えへん。増えてない。あー、こういうこともあると思うねん。お弁当とかで。え、違う違う。だってちっちゃい頃別に蒸し鶏とかってあんまなんかなかったくない。なんか今はここはささみやっけ、さらみ、ささみ、ささみ、ささみとかが有名だってこういう言葉ができたみたいな。うん、あとまあなんかもう一個あってんな最近できたくね、この言葉。あ、そうそうそう、気まずいってここ3から5年間の間に言う人急増してると思う。確かにそれはそう。だってちっちゃい頃まで気まずいとか言ったことなかった。でも最近めっちゃ言うもん。小さい頃思わんやろ。そういうこと。でもみん な気まずいって流行ったやん、ちょっと。うん、流行ったな。初見の方、ハロー。コウシュウ君、かき氷とソフトクリームありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ウキヤギさん、ハートありがとうございます。さっき本館から劇場までダッシュした。今日いつも、マナミ、今日いつも以上に頑張ってんだけど。え、マジ？ありがとう。え、あ、で髪の毛巻こうかな。マジ焦ったよ。なんかあ、アヤグロ持ってるわ。え、すげえ天才やねんけど。ナナミさん可愛い、ありがとうございます。蒸し鶏とごまのさっぱり、なんだっけ、蒸し鶏とごまのさっぱり春雨サラダです。ちなみにマナじゃなくてレオを食べてる。マナミンナーラックイコールマナミン可愛いやつ。え、タイ語でナーラックが可愛いって意味らしい。その春雨サラダナーラック可愛いや。だいぶ可愛いからかき離れるけど。大志奈さん、砂糖飴が美味しかった。そう、砂糖飴が美味しい。レオちゃん、女子力高い、栄養考えてる。違うよ。違うよ。その辺に落ちてたんだよね。落ちてたんだよね。
どんなもん食べてんの。いきなり食べるんか。レオちゃんのとこ見に行くわって。おいおいおい、なんでやねん。蒸し鶏食べてるだけですよ。でもなんなん、今蒸し鶏食べてない、春雨の方食べてます。来てください。大丈夫です。まずいよ、昔からあるわって。じゃあ、あっただけでここ数年春雨サラダ落ちてた、落ちてた、落ちてるの食べてるの。でもちょっと雰囲気悪なった時で気まずいって言ったりするような人が増えたと思う。いや確かにそれはそうかも。リサーチャー、研究会、ごめんね。最近バーローって言わないよな。バーローなんて昔から言ってないんだけど。嘘やろ、それ言ってんのコナンと工藤新一ぐらいしか聞かないんだけど。バーローたまに怪盗キッドも言ってるよね。 あの声の人全員かわいい、ありがとうございます。それはその信じる人が悪いよ。昨日お友達来てたみたいでびっくりした。え、そう、あ、そう、なんか言ってたかも。なんか授業中だからみたいなこと言ってた気がする。ちゃん草食動物、いい、だいぶ肉食です。まずいよ、焼肉食べたいもん最近。いや、でもほら気まずい、確かに最近になって使うようになったって。ほらやっぱそうやっけ。まなみんなーらく、ありがとう、ありがとうございます。ごしょうくん頼む、ありがとう。うわ、虫おる、最悪、絶対そっからやなんで。最悪、あっち説もあるって。あ、そうか。最悪、今触った感触あったもん。だって掴みに行ってたもん今。あれちゃん、あ、違うか、掴みに行ってたもん今。やばい、そんなやばい、虫嫌いから。え、しかもちょっと待って、え、あれなんか違いました。しかも、しかもしかもしかも、あ、そうそうそう、ちゃんとしあの皮じゃなかった。なんかこういう系、こういうやつ、こういうやつやった。褒めたのに否定しんといて。マナミンのところから春雨サラダに釣られてきました。え、ちょっとレオちゃんのとこから星奪いに来たよ。あ、来たよ、かい。あ、来たよ。何やろ、もうこんにちは、こんにちは。奪え、そんなんもう。え、奪うってそういうこと。マナがもらった欲しいもの奪うってこと。マナミのとこに見に来て。あ、そうやな、うん、びっくりした。いい例えツッコミするな、ヘイヘイは。なんのこっちゃ。何言ったっけ、まだ。何言ったっけ、わからん、まだあれやから。脳内適当に食べてるから。春雨から出てきたんかって、絶対そう。大志奈さん、フットボールの方、ありがとうございます。結構嫌かも。食事終わったよ、早っ。あと何があんの。え、てかこれいいの。絶対聞くね。うん、いいよ。じゃあ一回紹介していい。うん、これいいらしいです。いいらしいです。なん死ぬラカ、これはいいらしいですよ、皆さん。うん、これは115番です。いい子。いい子番です。ちなみにこれはレオちゃんのです。使ったことないし。レオちゃんのアイラインできてんけど、これアイライン。そう、わからないですよね。あの、でもこれはあれです、下地です。はい、下地として使っちゃう。マジで嘘です。リップです。そんなバケモン劇場に飛んでるのか、お、怖すぎるやろ。え、ほんまに、こんなんやった、こんなん。これを1万倍縮小したみたいなサイズ感。こんにちは。覚えやすい。まなみちゃんのもぜひ紹介お願いします。え、まなさん、日によってマジでちゃうねんな。こんにちは、こんにちは。いずれ。神様とみゃん、ありがとうございます。今、忘れちゃったんだ、なんか。ナポリタン頬張りながらめっちゃこっち見てる。こんにちは、こんにちは。すごいな、待って、卵落ちた。これを二人羽織で食べてた、みんなで。あれ、あのオーマイパスタみたいなやつ知らんか。眠い。すごいな、そのリップ全然落ちひんな。適当すぎるやろ、うん。じゃあナポリタンがついてるから落ちてないの見えてる。ピスタチオとか10年前聞かなかった。ピスタチオも最近増えたよな。えあ、大変やね、いろんなとこ増えて。
ピスタチオも最近聞くようになったくない？確かに小さい頃ピスタチオ味とかさ、うん、ああ芸人さんいたからあれか、最近聞くようにはなってませんっていうツッコミをレイポンが何ので書いてる。懐かしいな芸人さん。そうなんやったらあかんか。ソフトクリームありがとうございます。じゃあ練習の成果ここで今見せとく。こんにちは。ティラノサウルスって、え、ほんまにこんなんやってん。ほんまこんなんがバーって飛んできた。劇場にお化けが出る件で騒いでた人。あ、持っている用語また新しいのなんか食べようとしてます。え、でもこれさ前も言ったくないんですか。冷麺、あ、違う、冷製仕立ての揚げささみのレモンソースワイ、スワイ、冷製仕立ての何だっけ、冷製仕立ての揚げささみのレモンソースワイです。どい、はい、皆さん聞きました？またささみ。え、じゃあこれマジで美味しいよ普通に。あのうちのママも美味しいって食べてた。あ、でかいか、1個のサイズ感がでかかった。何が？1個食べる？え、欲しいって言ったけどサイズ感がでかい。いや、いいよいいよいいよ。かわいいです。ありがとう。ナポリタンリップ。え、そうやで。あ、スマホでみんなで聞くのもやって。992を聞かないで大丈夫です。ありがとうございます。キューキのみんなは。聞こうとしてる。うん、恥ずかしい。懐かしいは失礼だけど間違いない。キューキ生パンナコッタ知らないんだぞ。何と知らない。パンナコッタ知ってる人。なんてこったパンナコッタっていう面白いネタをハガレイちゃんがしてくれました。逆に最近聞かんくなったのってある？最近聞かんくなったのは、こんにちは。だから芸人さんとかはもうそうやん。うん。あね。でも全然言うかも。うん。あね。うん。なんやろ。なんかそれ見てんな、それ。なんやろな。中二の頃何してたっけかな。自由帳とか。連絡の。うん。ジャさん、バラありがとうございます。プロフ帳、うん、あった、まだプロフ帳めっちゃ、なんなら自分のも書いてたもん。みんな自分の書くような一番最初。意味わからん。だって自分の書いてみたいなコーナーあるやん、うん、で持ち主の似顔絵とかさ来た時に大体その人の性格わかるよ、ね、あとさ、あのそういうのって B612 うわ無理、懐かしい、使ってなかったけど。何？で、プロフ帳のあのさ、ランキング、うん、面白いランキング、まるまる、なんか将来なんとかになってそうなランキング、え、あれも、でさ、だいたいさ、持ち主全部じゃない、全部持ち主の名前書かへん、あれ真面目に答えてる人おらんくない。かわいいランキング、1位、レイオ。面白いランキング、1位、レイオ。全部レイオやった。アミタンがダミーはダメダメって言ってて可愛かった。アミ知ってんの？え、でもあれさ、結構早いことも聞かれへんかった。将来結婚は何歳がいいですかとか。え、そう、子供は何人欲しい。みんなさ、あの現実を知らんからさ、20歳とかさ、あの開示するの。20歳で子供されて早すぎる。あったよな、もう現実見れへんかった。あと何やったっけ、スタンプなんてことか。交換ノートめっちゃやってた。うん、やってた交換ノート。あの最初はさ、めっちゃさ、みんな楽しいからさ、うん、2ページ分ぐらい書くやん、うん、だんだん1ページに義務感になって。しかもさ、なんかさ、今週の〇〇ランキングみたいなのとかさ、うん、自分たちでお題考えて、うん、自分たちで順位決めるやつ、うん、あれがめっちゃ考えるの大変やった、後半。もう MC 考えるみたいになってるほんで、ちょっと揉めるしな、うん、今誰持ってんの？え、そう、まだ回してんの？でも、だいたい止める人やってんよ。だからめっちゃ怒られてた。誰持ってんのって言って、まだかけてないわって言ってさ、早く帰ってくれへんあった、やばい。うちなんか、むずいよな、出来事みたいなさ、うん、あとさ、なんか誰も見えひんしさ、2人だけで回してる時とかあるからさ、うん、そんなんもう自分たちか見ひんやん、うん、やのにさ、もう一回さ、次はいつも可愛い〇〇ちゃんでーすとかさあの、いつもなんか元気な〇〇ちゃんが登場とかさもうその子しかおらんてっていうレオちゃん鶏肉ばかりで意識高すぎて
ちょっと待って、季節のきなこのホワイトソースがけにしだモモピーやった途中までご一緒になと思ったけどモモピーやったわ。大志奈さん、私たちは流行ったの小さい頃、つい最近やん。そう、昨日レオちゃんのセーラー服姿新鮮で可愛かった、ね、新鮮でしたよね。揚げささみのレモンソースアイス、ゆうちゃんおすすめのやつや。そう、私おすすめのレオ配信やってくれた昨日最高で、なんちゃん、ありがとう。お姉ちゃんが二平の濃いメイク好きって遠慮せずもらったとき、もらったときにね、断られました。押してください。ビロクイチには懐かしすぎね、懐かしい。1035年おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。ビロクイチに今も現役で使ってる、まだまだですね。レイポンのお姉ちゃん好き。ナナミさん、誰もありがとうございます。ママはマナユキ。うわ、めっちゃマナやん。パパも多分マナミの顔好き。マジ、うん、どうしたらいい。ハガキに一回行ったらいい。ハガキとじゃあ結婚します。一緒に行こうや。ハガキ行きたい。ハガキって短っ。一緒やん。幼稚園の時作ったの覚えてる。ハリエがおばりかわい、ありがとうございます。好きな恐竜、ありがとうございます。幼稚園の時はやっと会えたんかよって嬉しかったね。嬉しかった。レイオコードもありがとうね。芋掘りっていうのがあってだいたいやるくない幼稚園って。うん、ななみさん、だるまありがとうございます。私あれさ、みんなさ、うん、置き場所むずいよな。みんなさ、こんぐらいの、うん、やりよるとこんなのちゃん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 でさ、幼稚園の時ってさ、気にするやん。だからなんか、まだちっちゃかったってガチ泣きしそうって可愛いよな。オッケー牧場、チョベリバ、オッケー牧場って知ってる？知らん。知らんものも。チョベリバ。チョベリバとか。オッケー牧場知らんの？チョベリバって何？マナたちの世代じゃないよな。チョベリバってなんかバットじゃん。チョベリバット。ガンダとか聞かない。ガンダ。ガンダはあえてもはや今使ってるかも。うん、そう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 。使わんけどあえて使ってる。口癖では使ってなかった。うん。わかる。プロフ調っていうか僕らの時代もあったな。あんねや。いい。12歳、うわ、12歳やろ、懐かしいの。大人でも子供でもない、なんとかみたい。いや、子供やってて思わない。まだ小6や。全然子供。こんにちは、めっちゃ可愛いですね、押してもいいですかって。嘘、押してるやろ、もう学生用紙って書いてるし。こんにちは。こんにちは。全然、もっと押してください。芸人になってそうなランキング。そう、芸人になってそうなランキングでさ、書いてない、あの適当にみんなさ、その持ち主1位にするから、うん、でちょっと芸人になってそうって言って1位になってたらちょっと複雑やね。なんか、あ、え、私そんなバラエティキャラなんや。ね、その画兵推しって書いてる人がさ、うん、この前、あの公園で寝ないようにねって。寝ないわ。みんな、あ、そう、みんな言いたいのが、レイオの配信で、スノーの何々何々、懐かしくない、スノー夏い、あ、でも今でも加工とかさ、あれか使うかな。スノーが一番加工しやすい。でもスタンプはつけへん。うん、ネズミのあれ。全員色違う。え、めっちゃ懐かしい。意味わからん。ちょ、青がいいねんけど。え、じゃあもう一回やるなとか。一回まるまるちゃん消えてとか。懐かしくない。消えてんし。お餅みたいなやつも食べたくない。3つつながってるやつ、こうやって、あ、柴犬みたいなやつ。そうそうそう、あれもめっちゃ好きやった。わかる。漏れる。で、口開けてってめっちゃ言われるから、ね、口開けて、ね、口開けて、え、そうでーねーって、あーって口開け直前まで、え、ふー、あーやばい、そうやばいやん。あ、中家の五感強すぎる。それな、ゆうびさん、ソフトクリームありがとうございます。ボーカーノート大体3人で、あついさん、やらないとありがとう。まだ毎回止めてた。チョベリングもあったね。チョベリングはね、わかる。まなみちゃん止めないですよ。マジでまだ止めないんだよ。あついさん、ありがとうございます。おんぽもありがとうございます。なくしたら終わりじゃない。うん、すごい、ほんまに。でやからまださ、止めたまんま持っちゃってるやつがあって、いまだに持ってんねんよ。だから見返すもん、めっちゃ恥ずかしい。しかもなんかプリクラ紹介とか言ってさ、自分が撮ったプリクラさ貼ってんねん。意味わからへんくない？もう意味わからへん。あの時のマナがブログとかやったら最強やったと思う。あの自分の自己プロデュースすごかった。そしろさん、ソフトクリームありがとうございます。大志奈さん、ソフトクリームありがとうございます。で、今何分か分かったりしませんか？50分ぐらい。50分？49分。え、待って、それはやばい。しろちゃん、ハートありがとうございます。中学2年生ぐらいまでは全部がさ、黒歴史じゃない？それな、マナほんまに MC より難しいよ。
中学2年生まで。あざとくないです、その位置は。飛んでく。欲しいよりむずい、ほんまに交換ノートは。言葉じゃないからさ、トゲがないような書き方しなあかんけど、面白くしなあかん。汚れた。びっくりした、なんか。あ、今レイプめっちゃ匂いやった。汚れたって言った？汚れた。うん。ポンポンいるやん、最高。そうそう。シール交換してた時代、懐かしくない？シャカシャカシールとか。ありがとうございます。あの時もさ、あのシール交換も結構さ、あれあったよな、なんか2枚で1個とかこの形は2枚でこれ匂い付きやからみたいな匂い玉ってあってくない？やばくない？匂い付きやばいな水入ってるからとか。うーん、はがきまなみに惜しすぎん、はがきに挨拶行かないとか。まなもはがき好き、はがき好き、はがき行ったらアイドルやって。いや今もアイドルやって。はがき限定やん、それ。はがきマジあったから。あたさん、かき氷ありがとうございます。うん、あ、あったことあるもんな。うん、ママがな、うん、レイとレイオンさ、よくさ、写真見れてません。見てても、うん、なんか、レイオンが顔が大人っぽいから、うん、身長低いと思うかった。ナイシノさん、食べてありがとうございます。一緒ぐらい、ね、一緒ぐらいではないか。でもレオちゃんの笑い方がオールの極白の犬のヒンにヒンそっくり。でも知らん。一回調べますね。犬のヒン、ほんまやってる犬のヒンね。9万で金子たけしの首取りに行く予定はある。金子たけしは何？金子さん。アウト。しかもカタカナで書いてんね。あるならぜひ配信してほしいわ。やばい、ね、9万やばいって。白地震ながら頑張ってるので、ハートどうぞ。ありがとうございます。スノーとか B612 かわいい、ありがとうございます。めっちゃ懐かしいよな。画質ももう懐かしい、うん、レオちゃんに名前知られてるの最高。タイムライン、タイムラインやばい。うわ、タイムラインやばいわ。あれなんかさ、自己紹介、えなんか10個ぐらいの質問のやつとかあったかな。リレーリレー回ってるやつ、うん、あれあるから。回ってきたのでやります。うん、もうで最後死ぬほどメンションすんねんな。そう、次この人でもまださ、やらへんタイプやってんよ、うん、まだそういうのあげへん人やったから、うん、絶対にあのメンションしてくれなかったみんな。でも今回ってきたら嬉しいね、やらへんけど。一回だけやったことある。一回だけ、もうやりたすぎて。やりたかったんや。ずっとやりたかったけど我慢してたん。あれ恥ずかしくない？恥ずかしい。自分の強みは友達が多いところとかさ、そう書いてる子いて。めっちゃやってた。あ、もうやってそう。まなみはビジュアルメンバーって。ありがとう、嬉しいです。お疲れ様です。え、じゃ一回、じゃあ令和のやつ言いたいからちょっと待ってな。ロキアスリートさん、アイスありがとうございます。なんとか次のラメペン流行ってる。あとキールペン流行ってくない？書いてさ、ブルーライト当てたら作る。うーん、あれめっちゃすごくない？あと10分でラジオだ。マジ？あと10分ね。ラジオ聞くね、みんなラジオ聞いてないで。あ、待って、じゃあ一回、じゃあレオのやつだけ言わせてほしいんですけど、レオが寝ながら、レオが寝ながらなんか星になってたのかな、コメントが。それで星が、これどういう意味？星どういうこと？何なんなんで、なんて書いたのか、あの普通教えてくださいとか言っても、あ、やばいやばい、今やばい、うん、教えろちょんまげ、なんか教えろって言って、教えろちょんまげってレオが言ってその後に、じゃあほんまに見返してほしい、どっかないかな。その後に何だっけ、教えるちょんまげ2個。じゃあその後ちょっとな、調子乗ってんの、あのちょっと気に入っておしゃらけた顔でまた教えるちょんまげ言って、じゃあみんなほんま見て、いつやっけあれ、7月27日の朝のやつやねんけど、ほんまみんな見て、最後の方やったはず。マジでおもろかったから。でもな、それ以降レオに何か聞くときは、え、レオこれ何するか教えろちょまげって言ってる。マジで面白かった。てか今のそれで少し分かった。手紙にしたらいいの、これって。うん、50億。ああ、おしゃくんありがとう。公園がバタの公園がバタのジャンプどうぞ。ありがとうございます。デザートにアイスどうぞ。ありがとうございます。いやマジでやばい。ベベベさん、JJ ありがとうございます。見たい、誰かあれ見てる、こっちも恥ずかしい死んだ視聴者の方も
でしかもなんか恥ずかしすぎてああそれほんまにおもろかったじゃほんまに眠かったよあれ。だってさ電話してたやん、うん、で1時半ぐらいまで電話してたやんか、うん、でその5時に起きてたし、うん、3時間睡眠で教えろちょんまげ。でもさおもろくない、教えろちょんまげが寝ながら出る世界線だってさめっちゃ寝てたやん。めっちゃうざかった。私なんか一回気に入って教えろちょんまげって言った後ただちょっとニコニコなってたし Hello, my name is アリル。アリルさん初見でした。あ、初見の方 Hello。 しんど寝たのも同じ配信え、やんな同じ配信やったよな知らないですあの教えろちょんまげと同じ配信やねえっと、まだがレイオの寝たのを見たいなと思ったら教えろちょんまげ発見してしまってただ先に進めるのまだもうずっとそれで一人でもずっと笑ってて家で一人でずっともう笑い転げて一回ベッドから落ちたもん面白すぎてほんまにおもろかった。やばい、そろそろ55分なんでランキング読みたいと思いますあの配信は葬り去ろうな。え、マジでそれな。いやいやいや、マジで葬り去ろう。みんなの記憶に残すやろやめて、ほんまに。大志田さん、あ、ちょっと間違えた、ごめんなさい。13位、大志田さん、ありがとうございます。スクショします。ありがとうございます。12位、テイテイさん、ありがとうございます。11位、としろうさん、ありがとうございます。ほんまにやばい。10位、しろちゃん、ありがとうございます。9位、ふたばさん、ありがとうございます。8位、じゃさん、ありがとうございます。7位、ガキアスリートさん、ありがとうございます。6位、みっかさん、ありがとうございます。5位、吹き上げさん、ありがとうございます。帰るの？帰るよ。なんで？4位、すぎぞうさん、ありがとうございます。お姉ちゃんとスタンバイ見ていきたい。え、治った？アメマチコ。え、まだ？このイベントがあったら病院行く。行ってください。え、で何まで読んだか分からんくなっちゃったよ。次4位やね。違う、4位杉戸さん読んどくない。4位杉戸さん、ありがとうございます。3位泉さん、ありがとうございます。2位ななみさん、ありがとうございます。そして1位がかきさん、ありがとうございます。はい、皆さんこのあとね、もうすぐ18時からスマコネ、何てスマコネやな、うん、もう間違ってないかめっちゃ心配。スマイルコネクターからスマコネ、スマコネさんがスマコネさん見てられへんかなってスマホ捨てたもん、ほんまにやばい。聞いてください。お疲れ様です。またスマコネをね聞いた、何間に合った一緒の裏にはもう終わるけど、ありがとう。スマコネを聞いた感想をまた、はい、じゃ次は6時半からします。教えろちょんまげということで次は6時半からします。バイバイ、バイバイ。すまね、こうやめてね、ややこしいこと言わんとって。バイバイ、みんな聞いてね。おし、感想もおしろちゃんまげね。